ウスタヒサシウチウスタヒサシウチから1945年7月4日は日本の実業家、政治家、衆議院議員。稲葉国法美軍立川城で鳥取藩士、ウスタヒサを常夫妻の次男として生まれる。立川小学校を卒業後、京都市丸田町カラスマの林松習官で学んだ。小学校教員を経て、第82国立銀行に勤務。 1895年、神戸の戸崎商店に入り、大牟田支店詰めとなる。1905年に独立して、薄田商会を設立。鉄道鉱山用品を扱い、炭鉱に鉄類などを納入して、事業を発展させた。その後、三池無人取締役、大牟田ガス取締役社長、帝国セメント監査役、大牟田製氷取締役社長。 博多株式取引処理事などを務めた。政界では、1907年、大牟田町会議員に当選。その後、三池郡会議員、大牟田市会議員、同三次会員、同議長などを歴任。1915年3月、第12回衆議院議員総選挙で、鳥取県鳥取市選挙区から出馬して当選したが、1916年3月23日、 衆議院議員選挙法違反事件で大審院の裁判確定により議員を退職した。1917年4月、第13回総選挙で再選。1928年2月、第16回総選挙で福岡県第3区から出馬して当選し、衆議院議員を通算3期務めた。1945年7月、鳥取市で病のため死去した。 ありがとうございます。